古宮克人です。今日も皆様からいただいた質問に答えていこうと思います。今日の質問はですね、古宮さんが球技大会で審判をしていて、この子はうちの野球部に欲しいと思うような生徒がいたことはありますか、という質問をいただきました。これですね、以前、まあ、私がですね、動画で智弁和歌山の一般生徒の、まあ、中学の球技大会や高校の球技大会の話をさせてもらったことがあるんですけども、まあ、そこでですね、まあ、私保健体育科の教員だったので、ずっと審判もやらせてもらってました。当然授業も持ってるので、まあ、野球部ではない生徒でめちゃくちゃ、まあ、ソフトが上手い子ですよねっていうのは、まあ、大体把握してですね、まあ、自分の中で、まあ、勝手にですね、野球部以外の生徒でベストナインを組んだり、休み時間ですね、まあ、そういう遊びをしたこともありましたけども、まあ、それぐらいですね、結構、まあ、小学生まで野球をやってて、中学に上がってから、まあ、智弁和歌山に進学して、まあ、ある意味ですね、勉強一本で、中学高校生活を歩んでいくんだっていう覚悟を持った、生徒は当然いてます。野球だけじゃなくて、本当に身体能力も素晴らしくて、ソフトもめちゃくちゃうまいっていうような子がちらほらいてるわけなんですよね。まあ、それ以外にも、まあ、バッティングだけで言えば、もう門田さんかぐらい打つ、バッターが、左のバッターがいたり、もう右の大砲がいたりですね、見てて本当に面白いわけなんですよ、一般生徒のソフトって。で、この視聴者の方々が思ってる以上のハイレベルの試合がですね、繰り広げられるわけなんですよ。その準決勝とか決勝になっていたですね。で、ピッチャーももうウィンドミル投法でめちゃくちゃ剛速球で、で、それをパチンと平気で放り込んだりですね、際どいプレーになった時に、パッと飛びついてファインプレーをしたりするショートがいたりですね、まあ、そんな中で、あ、この子いいなと思う選手は何人もいたんですけども、まあ、結局その試合の中で、まあ、素晴らしいプレーはもちろんするんですけども、まあ、体育でですね、野球部と一緒に、まあ、何かしらの運動をしたり、まあ、遊びでソフトなんかすると逆にですね、あ、野球部ってやっぱ身体能力ちゃうなっていうことに逆に気づかされるわけなんですよ。まあ、一般生徒たちの集団の中で、まあ、プレーを見てこいつむちゃくちゃうまいなと思う子が野球部の中にポンと入っても全然大したことないように見えてしまうわけなんですよね。まあ、それぐらい野球部は日々厳しい練習をして、まあ、高校生の間でもパフォーマンスが上がっていくっていうような鍛錬を積んでる集団なので、まあ、普通に考えたらそうなのかもしれませんし、逆に言えば一般生徒の中でこいつすごいなっていう子が野球部と同じようなトレーニングをすればぐん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 伸びていって野球部と遜色ないようなパフォーマンスに持っていけるかもしれないなというのをこの質問をいただいて、まあ、改めて感じさせてもらうところで、なので、まあ、センス的な部分で言えば野球部と引けを取らない生徒はちらほらいてまして、で、その中でも走攻守全てにおいて揃ってるっていう選手はやっぱあんまいてないんですよね。守りだけならすごいなこいつ、打つだけならすごいなこいつ、ピッチャーとしてならえぐいなこいつっていうような一般生徒はいっぱいいてるんですけども、まあそういうふうなことを考えると野球部にポンって入れてしまうとセンス的なことを言えば負けてない、それぐらい日々しっかりとコツ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 苦しい練習を積み重ねていくことによって確実に人間っていうのは成長していけるんだなっていう、その差を、日々の鍛錬の差なんだなっていうのを改めて感じさせていただきました。どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。